皆さんこんにちは、山崎大成です。今回は1日 2,3 時間しか寝れなかった僕が睡眠の質を改善できた10の習慣についてお話しします。僕はかつて不眠症でした。特に入眠障害がひどく、朝の5時まで寝れないなんてことがザラにあり、日中は頭が回らず仕事での生産性は最悪でした。そして1年の3分の1は高熱を出しており、悲惨な日々を送っていました。睡眠の質を改善するために1日の習慣をガラリと変え、今ではしっかりと7時間以上の睡眠が取れるようになりました。そこで眠れない日々を送っていた僕が夜熟睡するために行った10の習慣を紹介します。たとえ入眠する時間がバラバラでも起きる時間を一定にしていました。それにより生活リズムが整い、夜に眠気を誘うメラトニンの分泌が正常になりました。僕は以前まで寝るのが遅くなってしまった場合、それを補おうとして許される時間まで寝ていましたが、それが悪循環を引き起こし夜に眠れない状況を作っていました。睡眠を改善すると決めてからは、朝は必ず6時から6時半に起きると決めて、それをぶらさず日々を行うことで生活リズムを整え、夜には自然と眠たくなるようになりました。休日の昼間にベッドでゴロゴロしていたり、夜なかなか眠れないのにベッドに入ってしまっているのもよくありませんでした。夜に眠たくなった時以外はできるだけ使わないことにより、ベッドイコール寝る場所という認識を脳にすり込むことができ、すぐに入眠できるようになるそうです。僕は日中ベッドを使わないために、起きたらすぐベッドメイキングをするようにしています。夜の時間帯は寝れないのに無理に寝ようとすると、時間が経つにつれ不安が押し寄せ、イライラしてしまい、どんどん悪循環に入ってしまいます。なかなか入眠できない時は、一度起き上がって椅子に座り、寝ることを忘れてみてください。14時以降はコーヒー、エナジードリンクなどカフェインを摂取しないようにしています。これは個人差があると思いますが、カフェインの効果は8時間ほど持続すると言われています。僕自身カフェインにすごく敏感で、1日に2杯以上飲むと確実に寝れなくなってしまうので、10時から13時までに1日1本までと決めています。コーヒーやエナジードリンクを何杯も飲んでしまうと睡眠の質が低下するので、摂取する時間帯や本数に上限を設けるといいと思います。入浴は寝たい時間の2時間ほど前に入るようにしています。入浴することによって体の深部体温が上昇し、1時間から2時間ほどかけて徐々に下がっていきます。そして深部体温が一番下がったタイミングで急激に眠くなる性質があるらしいです。僕の場合は42度ぐらいの少し厚めのお湯に浸かると、ちょうど2時間後ぐらいに眠たくなるので、毎日それを続けています。しかしこれには個人差があると思いますので、90分で眠たくなる人もいると思います。シャワーの場合は42度で寝る30分前に入ってみるなど、自分が最も眠りやすい入浴方法を探してみてください。夜になると部屋全体を照らす明るいライトを消し、暖色の間接照明だけで過ごしています。シーリングライトのような青や白い明るい光を浴びるとメラトニンを抑制してしまい、睡眠の質を下げてしまいます。なので間接照明を使用し、暖色の少し暗い空間でリラックスできる環境を作りましょう。僕が使用している間接照明のリンクを概要欄に貼っておきますので、まだ購入されていない方はぜひ参考にしてみてください。僕が不眠症に悩んでいた時は、毎晩寝る直前までスマホで SNS を確認していたり、 Netflix を見たりしていましたが、今はスマホ、PC、テレビなどは極力見ないようにしています。
モニターから発するブルーライトが眠気を覚醒させてしまったり、 SNS が脳を刺激してしまうからです。寝る直前までスマホを触ってしまう人は多いと思います。そんな方におすすめしたいのがタイムロッキングコンテナです。僕は家に帰宅したらすぐにスマホをこのコンテナに入れて、次の日の朝8時まで開けない状態にしています。スマホをできるだけ見ないように意識をしても、いつでも使える状況だとどうしても手が伸びてしまいます。なので絶対に使えない状況を自ら作ることが必要だと考えています。スマホやテレビを見ない代わりに読書をするのがおすすめです。疲れている日はアロマキャンドルを焚いています。炎を見ていると心地よく感じることはありませんか？これは炎の揺らぎにあると言われています。 F 分の1揺らぎと呼ばれていて、同じように見えてもわずかにズレがあるリズムが心地よく感じるらしいです。そしてアロマキャンドルにはマイナスイオンを発生させる効果もあるので、リラックスしたい時には最適なアイテムだと思います。寝る前に5分から10分窓を開けて換気をしています。部屋の二酸化炭素濃度が濃いと睡眠の質が低下してしまい、翌日の集中力にも影響するらしいです。窓を開けて寝るのが最善だと思いますが、外の音や光が部屋に入ってしまうと、それはそれで睡眠の質が下がってしまうので、寝る前に換気をして寝る時には窓を閉めることをお勧めします。次の日の予定ややってみたいことを紙に時系列順に書き出しています。これはシャットダウンリチュアルといって、今日やるべきことは全て終わったと脳が明日の状態に切り替わり、その日はリラックスできます。眠れない方の中には、不安や心配事が頭の中でぐるぐるしていて、いざ眠る時もモヤモヤしている方が多いのではないかと思います。そのような思考がループしているとなかなか寝つけなくなりますし、眠れたとしても睡眠の質が下がってしまいます。このループを抜け出すためにも、明日の予定を紙に書いて脳をシャットダウンします。シャットダウンリチュアルのポイントは、できるだけゆとりを持たせて実現できる内容を書くことです。トラブルで予定通りにいかない場合もあると思いますので、そのトラブルとなりうる障害や対応策まで書けるとより効果的です。夏の暑い日などエアコンを使用する際にタイマーを設定される方が多いと思いますが、睡眠の質を高めるには朝までつけっぱなしにするのがいいそうです。僕も以前まではタイマーを設定していましたが、暑さのせいで途中で起きてしまったり、朝まで眠れても寝起きが気持ち悪くすっきりと目覚めることはありませんでした。朝までエアコンをつけっぱなしにするようになってからは、暑さで起きることもなくなり、すっきりと目覚めるようになりました。脳と体では最適な室温が違い、脳にとっては23度前後で、体にとっては26度前後らしいので、僕はエアコンの設定を24度にして、夏でもしっかりと布団をかぶって寝ています。直接エアコンの風に当たると体調を崩してしまうので、風向きを上にしてから寝るのをお勧めします。いかがだったでしょうか？今回は不眠症だった時期に実践していた10の習慣を紹介しました。人それぞれ生活環境に違いがあると思いますので、実践できるものから試してみてください。この動画が皆さんの睡眠の手助けになれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。